仙台市内のアーケードです。たった今応援団を先頭に生徒たちが入ってきました。声を張り上げながらアーケードを練り歩く生徒たち。仙台一高二高の野球定期戦を前にした伝統の行進です。生徒が思い思いのコスプレ姿で行進するのも特徴です。メッセージが書かれた看板を手にアピールしました。全部において、一高の方が勝ってると思うんで、すごい楽しみですし、もちろん一高に勝ってほしいです。ちょっと僕、一高家近くて、ちょっといつも男と女一緒にいて調子に乗ってると思うんで、ボコボコにしていきたいと思います。1900年に始まった伝統の仙台一高二高定期戦は、森の都の早慶戦とも呼ばれています。その魅力の一つがそれぞれの応援スタイル。仙台一高は黒く荒々しい風貌のバンカラ。対照に仙台二高は白い制服を身にまとったハイカラです。去年は一高が1対0で勝利していて、戦後の対戦成績は一高が35勝、二高が32勝となっています。応援歌とかの練習が大変みたいで、それが昼休みやるとかなんとか覚えなきゃいけないとかっていうのは言ってました。初めて来たんですけどびっくりして。一応主人は二高なんですけど、完全に二高寄りですよね。西公園に着いた両校の生徒たちは名物のヤジ合戦で互いにメッセージをぶつけ合いました。79回目となる仙台一高二高定期戦はあさって楽天モバイルパーク宮城で行われます。